地域の方のね、集うね、あれな感じですね。なるほど。地域のコミュニティセンターみたいな感じか。なるほどな。よかった。あ、ちょっと、でも、面白い建物ですね。凝ったんでしょうね、こういうところ。なるほどな。で、元に戻ろう。よし、あ、行き過ぎた。ここの店ね。よし。さあ、元に戻って。もうね、多分言ってるうちにね、ホビーのその営業所が出てくるはずなんですよ。これなんかもう、何これ。釜飯。いろいろあるね。あ、ここは、あるね。海磯レストラン？海磯レストランかな？貴船。結構ホームページちゃんとあるね。この貴船さん。へぇー。あ、スポット情報。まあ、一応入れときましょう。あ、上位上、あ、うまそうじゃん。すごい。いいですね。いろいろあるんですね。そう、こういうところに入るんだったらね、キッシーさんとかでもいいんでね、誰か一人連れてと。ぼっちがなかなかこういうところに入りにくいですからね。何これは？よかろう。ん？お、今度は洋食な感じか。バイク乗りの方がされてる、ちょっとおしゃれなところですね。なるほどね。ような感じ、ちゃんとあるんだな。結構いろいろ充実してますね。で、スズキのダイハツとスズキやっぱ強いですね。これ、違う方が。で、もう言ってるんじゃないかな。雪川三浦野生麺とか出てきて。あ、軽食もできるの。あ、杉か。いいね。こういう感じの。あ、こういう感じのところも好き。あ、いいですね。こういうのね。ここもちょっとホームページはないのか。あ、なるほどな。写真は、あ、写真ちょっとない。データは。ですね。ですけど。あ、この写真、あ、でもあるもんね。いいですね。なるほどね。で、密封が出てきて、密封を超えると、さあ、そろそろ営業所とかが出てくる。あ、ここだー！ゴール！これがね、豊鉄バス株式会社の厚見営業所ということで、ここにコピーのバス停があります。まあ、私は反対側の方なんで、ここのところね。あ、もっと多分タバコ屋さんね。これあたりでもね、ちょっと、くるっと回って、ニコニコ会。ニコニコ動画向きじゃないか。なるほどね。ニコニコ会って名前だったら、ここのタバコに切り取られとってあれですけど、めちゃくちゃ古い、埋線があったりしましたね。埋線って言葉もう言わなくなったね。今、メビウスですもんね。で、ここのバス停のところで降り立って、ところから本編の動画がまた明日始まりますので、そちらの方をぜひ見ていただければと思います。っていう感じの、予定でございました。またね、ここのところから本見で明日、本見のバス停の周りをね、実際に、ちょっとね、プラプラっと、した動画が、ちらっと流れて、ソファーマンとかもあるので、意外と、いいですよ、あ、2.8キロ、さっきのファミマだからちょっと遠いけど、ここだと、ボンボンってなってるけど、これ、あ、ここだけ2021年になってるわ。ここのところかな。多分ね、この立ち屋なかった。ここが多分元気になってたと思う。答え合わせは明日の動画で。合ってたら、やったーって、私は編集しながらこっそり思ってます。って感じかな。多分それはね、ここが元気に変わってんだな。その時はまだ営業してたんだ。なるほどね。手貸しで結構頑張ってたんだよな。なるほどね。だって2円スロットだもんな。この規模で2円スロットとかで頑張ってると、まあ大変だな。なるほどな。という感じでございましたね。いうことで、あ、そう。この看板があるから間違いないね。そう。座禅会かって思いながら見てたんで。さあ、という感じでございました。いう感じでございます。という、この動画ね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。52分、嘘だろ。やってんな、俺。いや、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。